みなさんこんにちは毒蛇です。リンゴ大好きな毒蛇が青森県弘前市から旬のリンゴ情報をお届けする、えー、弘前リンゴ日期 YouTube 版。今日はきたくれないというリンゴを紹介したいと思います。くれないという名前が入っているだけあって見てください。この見るからに赤いもう黒に近い黒っぽい赤色ですね。この綺麗な赤色のリンゴがきたくれないです。 お尻までで赤いですねこのお尻が赤い方が熟してるんですよねりんごってねこう上が赤いんだけどお尻を見てみたら青いよっていうのはもしかしたらあまりまだ熟してないかもしれないですねこちらはかなり熟している感じですはい大きさはそうですね普通のりんごぐらいですかね、はい、じゃあ実際に切ってみましょうこのりんごはですねよく蜜が入っていることが多いんですよねあの 蜜ってあの透明な黄色い、まあ、青森県だと蜜が入ってるリンゴっていうのは甘くて美味しいみたいなもののあの表現になるんですけれども、見たことない人がこの蜜を見るとなんだこれはってなるらしいですね。という話を聞いたことがあります。まあ、これは美味しそうなリンゴっていうことになるわけですね。はい、蜜が入っていますね。うん、美味しそう。そして実際に食べた <laughs> 味なんですけれども、あのー、そうですね。 りんごって特に取れたてだとすごい甘くって酸っぱくって水分がたっぷりでフレッシュみたいなものが多いんですけれどもこちらはねなんていうかこう果物のフレッシュな感じというよりはこうしっかり甘くて酸味もあまりなくって渋みとかも全然ないしこうジュワッてこう汁がたっぷりっていう感じでもなくこうもっちりとした歯応え。 もちもちっていうねギュッギュってこう身が固く詰まった感じでそしてすごく甘くて、まあ、フルーツというよりはなので酸っぱいのが苦手とか渋いのはいや甘い果物が好きっていう方にはこの「着たくれない」いいかなと思いますね。 はいまあ、こちらのねレポートいろいろしてるんですけど同じ種類でも日に当たってるか当たってないか完熟かどうかとかねあのモニトル、ね、その時期とかその木のどこにあったか日当たりがいいとこにあったのか日陰にあったのかとかですねあと作る人によっても味全然違うっていうのもあってもちろんちょっと酸っぱい、ね、早く収穫すると酸っぱいきたくれないに当たったりすることもあるかと思うんですけれどもでもね前に食べたら熟してるんだけど甘酸っぱいっていう時もあったりして。 まあ一概には言えないんですけど今回の「来たくれない」はですねほんとにもっちりしてて甘さしっかりっていう感じで全然酸っぱくなかったですねでもおおむねあの蜜が入っていて糖度が高いリンゴっていうことは言えるかなと思いますはい っていうあまり硬いリンゴも好きじゃないという方はですねこちらはそんなに硬くない中くらいの硬さかなと思うのでそういう方は是非見つけたらこの「きたくれない」食べてみてください。はい今回は「きたくれない」をお届けしました。ではまた